はい、えー、こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー押さないでございます、えー、この動画は弊社の心理統計講座という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです、えー、大学での講義の補修や心理学の各種試験の対策やご研究お仕事などにお役立てください このシリーズの動画の URL、リンク一覧は本動画の説明欄にございます、えー。ぜひチェックしてみてください。本日はですね、ロジスティック回帰分析を使用した論文に表記されている OR とは、えー、というテーマでお話しさせていただくんですけれども、まあ、早速申し上げてしまうとあの、ロジスティック回帰分析が使用されている論文の、まあ、テーブル表にですね、OR っていう表記があって、そこに統計量に並んでるんですけど、この OR っていう統計量は何かっていうと、オッズレシオなんですね。 でオッズレシオっていうのはオッズ比なわけです。じゃあオッズ比って何なのかっていうと2つの出来事を比較してどち,らかがどちらが何倍起きやすいのかを表しているそんなものだっていうふうに説明することができます。そもそも考えていただきたいのがロジスティック回帰分析って目的変数が01じゃないですか。 で、えー、説明変数は普通に感覚尺度だったり比率尺度だったりするわけですよ。でこの2つの出来事を比較してどっちが何倍が起きやすいのかどちらが何倍起きやすいか表すってどういうことかっていうところ目的変数の話をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。えー、もうちょっと具体的に言っていくと、まあ、論文を読むための、えー、じゃあどう読むんだっていうこと